はい、奈良市腰痛治療専門家の整復院プライス久保です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。はい、今回も柔軟開脚の Q&A ご質問に、お答えしたいと思います。はい、今回は12個目その12としまして、呼吸は意識して行った方がいいんでしょうかということなんですけども、はい、意識した方がいいと思います。はい、まあ、まず鼻からこう、入れていただいて、まあ、いい酸素というか、だいたいまあ普通一般の生活っていうのはそのやっぱ空気が薄い部屋の中が多いと思いますので、まあ本当はいい酸素をこう鼻から鼻呼吸で取り込んでいただいて、で口でこう出すと、まあ深呼吸に近いようなゆっくりめの呼吸を意識しながら、まあそうですね、こう伸ばす時ですね、筋肉関節を伸ばす時にこう口からこう吐くと、あの体の毒素とか二酸化炭素をこう全て出し切るような感じのイメージでやってもらうと、さらにいいのかなと思います。まあ、それでこうリラックスというか、まあ、腹式呼吸ですね、まあ俗に横隔膜を意識した、その横隔膜の上下を意識したような腹式呼吸、こう腑に落とすというか腹に吸えるような呼吸ですね、ちょっと難しいですけども深い呼吸で、こう自律神経の副交感神経、まあ、リラックスできる神経をこう高めていくと、まあ、そういうこう訓練にもなると思いますので、ぜひまあちょっと習慣づけていただいて、まあ、普段からでも呼吸は意識された方がいいと思いますので、まあ、柔軟の最中に限らずちょっとこう深い呼吸というか、まあ、いいパワースポットではないですけども、いい空気をこうもらいに行くと、で体のその毒素を出すようなこういい形でやっていただくといいかなと思いますので、ぜひ実践してみてください。はい、こんな感じでまたお伝えしていきます。今日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではグッドラック。